本当の子は今日は怖いな、さすがに。でもピーラー嫌いねんな。頑張ってんねんな。ゆっくりでいいからね、気をつけて。指だけ切らないように。うん、いいよ、ゆっくりかまへんよ。とりあえず指切らないようにして。次はポテトサラダに入れるじゃがいもを一口サイズに切ります。で、お鍋に入れます。誰の一口サイズ？ママの。もうちょっと大きくてもいいよ。茹でて潰すから。じゃがいもを茹でるんで、小さじ1杯ぐらいお塩入れて火にかけてください。人参の皮むきにも挑戦です。ちょっと見てる方が怖いですけどね。人参の方が切りやすい。ちょっと丸くなっちゃうね。滑りそうになるのよね。でこぼこあるしね。これはまっすぐ滑らせる。それはポテトサラダに入れる人参なんで、じゃがいもが沸騰、玉ねぎと一緒に見て、沸騰して柔らかくなったらさっと茹でます。じゃがいも柔らかくなりました。はい。でその後で玉ねぎと人参を入れてさっと茹でます。3つに切って細く、細く、じゃあハムはきゅうりと一緒に入れておいて。切れました？うん。あれ1枚残ってましたか？切ってますね。はい。半分に。どうなると思いますか。あのこのまま一枚が半分になると思いますか。でもつながってると思いますか。つながってると思います。巻いていったら、ちょっと見せて。あ、ハムの花になるんだ。食べるんですか。じゃあ茹でたじゃがいもを潰してます。それ便利だよね。100均だけどね。じゃがいも潰れました。潰れた。はい。じゃ次はきゅうりとハムを入れて、入れにくい。そんなに入れたら入れにくいやろ。じゃあ軽く混ぜたら塩コショウ、塩コショウして次はマヨネーズを入れるのね。ちょっとあなたいつも入れすぎなんで気をつけてくださいね。 OK。 いつも入れすぎ？うん、いつも入れすぎ。辛い？辛い。塩コショウが辛い。辛いから美味しいね。そうかな。ストップ。よくかき混ぜてください。それでは味を味見してください。いけますか？じゃその味を覚えててくださいね。できました？
三つ平均何でしょうか。それは何ですか。ごま油。それを入れたらどうなるんですか。いっぱいでいいの。考えてみてくださいね。はい、もういいです。入れすぎました。入れすぎましたか。いつものことですね。それを入れたらどうなるんですか。さっきのこの味じゃないですか。この味が変わります。変わるんですか。どう変わるんですか。それは、食レポの時に。じゃ秘密兵器を入れて。変わった。美味しくなりました。ごま油入れて美味しいよね。 OK。